族でアキラ見たって話聞いた時はびっくりした。そうでしょうね。アキラが好きなのは父の影響ですか？違います。私が見たいと思いました。アニメ好き我が家うちしかいない、うちじゃない、私しかいないので。うちの話してるのにうちって言っちゃった。うちでは私しかいないので。私もなんかアニメオタクってわけじゃないんだよね。アニメ好きぐらい、なんかオタクじゃないんだと思う多分。こんな詳しく知ってるものそんなにないし、履修作品みたいなのも別に見てるわけじゃないからな。そう、あのアニメにハマったきっかけが、なんかいろいろな音楽とか好きなものが、まあ、姉から知ることが多かったので、好きって言ったらなんか、お姉ちゃんの影響を受けてるのねって言われたのがすごい悔しくて、でなんか自分でちゃんとハマるものを見つけたいと思ってアニメに手を出したのがきっかけなので、うちでは私しかいないですね。でも私が出るようになってからすごい家族もアニメ映画とかアニメとか、これ面白いのとか言ってくるようになりました。あ、そう、わかる。自分ごときがって思っちゃうからオタクって堂々と名乗れない。めっちゃわかる。なんかそんなに詳しくないんですみたいな感じになっちゃうんだよね。なんかエンジョイ勢ですみたいな感じです。なんか音楽オタクってわけでもないし、アニメオタクでもゲームオタクでもないです。私はファンです。ファン、エンジョイしてるだけ。ただなんかまあ昔から凝り性ではあるから、気質はあるのかもしれないけどね。まああとあれかな、仕事始めてから新しく作品を開拓することが減っちゃったかな。やっぱね、怖いんですよ作品にハマるのが。ハマって演じられなかったらって思うと落ち込む未来が見えてるから、流行りの作品とか見るのが怖くなっちゃって、だからなんか私昔の作品ばっか漁っちゃうんですけど、っていうのもあってなんか見る触れる機会は減ったかもしれない。でも好きって感じ。だから実は家族には、あの最近流行りの作品の話はあまりしたくないですっていうことを言ってあるんです、実は。これって面白いのとか聞かれる時も、ちょっと最近流行りのやつだけやめてって言ってます。で、落ち着いてから見るの。自分自衛です。あるよ、あのキャラやりたかったななんてめちゃくちゃある。なんならオーディションのために漫画読んじゃ、まあ読むんだけど、読んでハマっちゃって、あーダメだったなとかめちゃくちゃあります。で、もうなんかはーってなりますね、やっぱそういう時は。だからもうなんか発表される前になんかもうはーってなってたりとかします。結構特にオーディションの時なんて、もうオーディションの時点でその初めて知ったけど、読んでてもう演じたいからやっぱ愛を持っちゃうわけで、よし気合入れてやったって思ったけど、落ちた時の悲しみといったらないよね。あーダメだったみたいな。その告知とかがツイッターとかで流れてくると、そのたびハーってなるの。ハーってなるんですよね。もうなんか他のこともそうなんだろう、他の方もそうなんだろうなって思うから、私他の声優さんと作品の話はしないんですよね。あんまりしないようにしているというか。だからなんか一番あーってなるのが、なんかアニメ詳しくないこう親戚とかから、なんかその話題が出る分にはいいんだけど、ほにゃらら出てよって言われるのが、そんな簡単じゃないんだもんみたいな、落ちたんだもんみたいな、出てよじゃねえよみたいな。それ言われた時はね、結構3日ぐらいへこむ。そう、出てよってね、そんな簡単じゃないですって。そういうのもね、あるんですよ。なんかもはやもう私の友達はそれを知ってるから、私と会ってる時はアニメの話しないの、全然全く関係ない話する。そう、誰も悪くないんですけどね。むしろなんか興味持ってるよって意味で言ってくれてることもあるからさ、特に別に怒ったりとかもしないんですけど、そういうこともあるよってね。でもそういう経験があるからこそ、やっぱ選んでいただいたからには、そのキャラクターに愛を持って
取り組みたいわけですよ私は。そう、出たいわって話なんです。そうなんですよね、あるある。あとなんかアニメ詳しくない友達とかから、あのこの間広告見てたら名前出てたよって言われるのはめちゃくちゃ嬉しい。すごい嬉しい。最近さ、それこそヘブ版がめちゃくちゃ広告が回ってるからすごい言われますね。嬉しい。あれモンハンも言われました、出んのみたいな、すごい言われました。